はい、こんにちは、うさおチャンネルです。今からですね、広島を出発しまして高速バスで九州福岡へ向かってまいります。今回のチケットは5日くらい前にネット決済をしたんですが、席数限定の2600円ということでチケットが購入できました。新幹線で広島駅から博多駅まで移動すると片道約9000円前後となります。つまり新幹線の3分の1以下で行けちゃうということになります。車内とか休憩箇所とかどんな感じなのかってのをお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。今回利用しますバスは広島バスセンターの一番乗り場から出発となります。乗車します。バスがやってきました。真っ赤な車体がかっこいいですね。荷物を預けてモバイルチケットを準備しておきましょう。終点博多バスターミナルまでよろしくお願いします。指定された座席は通路側でしたが、隣の席は誰もいらっしゃいませんでした。シートはご覧の通り4列タイプとなっており、最後尾にトイレがついています。足元のスペースはこんな感じで結構ゆとりがあります。簡易式のものではありますが、フットレストもついています。肘掛けにはコンセントも用意されています。今回私は使いませんでしたが、フリー Wi-Fi もあるようです。定刻通りバスは広島バスセンターを発車しました。このバスは広島駅が始発となっており、広島バスセンターを経由して出発となります。広島グリーンアリーナやエディオンピースウィング広島は広島バスセンターからすぐ近くにあります。コンサートや J リーグでの遠征なら広島バスセンター、プロ野球の遠征ならマツダスタジアムから近い広島駅という感じで、利用する乗り場を使い分けるっていうのもありかもしれませんね。広島バスセンターを出て間もなく広島高速4号線に入ります。長いトンネルを抜けて都市高速の終点沼田料金所で一般道に降ります。この先アストラムラインと接続する2カ所の停留所に停まっていきます。こちら大塚駅では乗車する方がいらっしゃいませんでした。郊外の住宅地の幹線道路を少し走っていきます。大塚駅から数分走って最後の停留所広域公園前駅に停車します。こちらでは2名の方が乗車されて発車となります。この便の乗客は15名程度となり、これより一路福岡を目指して走っていきます。広域公園前駅を出発するとすぐに山陽自動車道に入ります。山陽道へ入って少し走ると左手に瀬戸内海と宮島が見えてきます。ただ今回は右側の席なんでご紹介することができません。なのでここでこのバスのご紹介をしていきたいと思います。2024年2月現在、広島と福岡を結ぶ幸福ライナーとして運行されているのは1日4往復です。 JR 九州バス、中国 JR バス、広広観光の3社によって共同運行されています。コロナ前はもっとたくさん本数があったんですが、昨今全国的に乗務員不足が深刻ですので、その影響なのかもしれませんね。運賃は通常大人片道4250円となっています。今回利用しましたのは席数限定のウェブ割1という運賃です。発車往来ネットからのウェブ予約、そして同時決済限定となりますが、大人片道繁忙日で3600円、換算日は2600円となります。詳細については概要欄に貼っておりますリンクから確認されてみてください。広島バスセンターを発車して1時間少々、山口県の下松サービスエリアで約20分の休憩となります。暗くなる前にということで、まずはサムネイル用の写真を撮影しています。こちら下松サービスエリアはかなり大きめの施設となっています。それでは早速館内へ入ってみましょう。どうやら牛骨ラーメンっていうのが名物みたいですね。とはいえ残念ながら高速バス旅では食事をするのはちょっと時間的に厳しいかもしれません。売店では広島、山口を中心にお土産の品揃えもかなり豊富となっています。軽食も販売していますので、小腹が空いた方はこちらもどうぞ。シートベルトの着用と車内禁煙にご協力
私もちょっとだけお腹が空いたのでこちらを買ってきました。練り込まれたウニとチーズの風味と、あとちくわの歯ごたえがいい感じです。まあでもこれ完全にビールが欲しくなるやつですね。外も暗くなってきたので作業をしていたら、気がついたらバスはすでに関門橋を渡っていました。下松サービスエリアから1時間半ほど走って2度目の休憩地、北九州市の岸パーキングエリアに到着となります。こちらは比較的小さな施設で、売店と食堂、あとお手洗いがあるぐらいです。終点福岡まではもう一駅ですので、お手洗いだけ済ませて戻ることにします。岸パーキングエリアを出て少し走ったところで、小倉南インターで本線を離脱します。こちらには最初の降車地となる小倉南インター停留所があります。ただこちら JR 小倉駅までは路線バスなどを使って約1時間弱かかるという微妙な立地となっています。というわけで、こちらの小倉南インターで降りられた方はいらっしゃいませんでした。その後はまた引き続き九州道を走って福岡方面を目指していきます。福岡インターで九州自動車道を離脱します。福岡インターからは都市高速に乗り換えて中心部を目指していきます。ここまで来ると終点博多まではあとわずかとなります。今回は2600円のチケットで広島から福岡へ高速バス旅ということで、4列シートでちょっと不安もありましたが、隣が空席で快適だったというのもありますし、簡単な編集作業などをしてましたため約4時間半あっという間でした。まあただね、車内が満席とかだったら違った感想になっていたのかもしれませんね。今夜は博多駅近くのカプセルホテルに一泊して、明日ニューカメリアという船に乗って韓国の釜山へ向かっていきます。そちらの旅の模様も別の動画でアップしていますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。 JR 博多駅の駅ビルを横目に見ながら、バスは隣の博多バスターミナルへ入っていきます。今回は定刻より約15分ほど早く到着となりました。安全運転で送り届けてくださった乗務員さん、本当にありがとうございました。またご視聴くださった皆さんも最後まで本当にありがとうございました。ご感想やリクエストなどございましたら、お気軽にコメント欄へお寄せください。あとまだの方はチャンネル登録や高評価もぜひしていただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。